アベノマスクは約8200万枚余っています。その他費用が今までに6億円かかっています。全部国民の税金です。大きさは横 13.5 センチ、縦に約 9.5 センチのサイズです。12層から16層の構造になっています。政府はこの マスクの処分に困っています。アフリカでは女性の方がナンブキン不足に困っています。アベノマスクをアフリカに寄付してナンブキンの代わりに使って例えばいかがでしょうか。僕は男性ですので、アベノマスクがナプキンの代わりになるかどうかは分かりません。皆さんはどう思いますか。